はい、お疲れ様です。おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、二重リフトをバラしたい人、そんな人いるのかどうか知らないですけど、二重リフトをバラして引っ越しをしたいとかね、二重リフトを買ったけど、バラして持ってってくれとかね、そんなような人のための動画です。で、これはバラすだけじゃなくて組み立てる時にも役立つので、ぜひですね、組み立てバラして移動して、その移動した先でもう一回二重リフトを立てる、そんな時にですね役立つ動画になるので、二重リフト買ったけどどうやって立てればいいか分かんない、そんな人のためにですね、まあ、わざわざこの動画を撮ってます。はい、で、今回は私はですね、依頼を受けてこれを解体に行ったんですけども、はい、でこれチェーンが通ってる説明をしてるところ、説明というかね、あの解説をするというか、後で自分が困らないようにするための動画ですね。まあ、この二重リフト、このタイプはですね、チェーンが片側にあって、油圧シリンダーが片側にあって、で、その油圧シリンダーで、出たこの、油圧シリンダーによって動いた、ことによる、このチェーンの力で反対側も同時に持ち上げるという構造ですね。はい、ということで頑張っていきたいと思いますので、最後までご視聴お願いします。はい、で、こっからはひたすら倍速ですね。もう1日がかりの仕事だったんですけども、まあまあ大変でしたね。はい、で、今回、こんな短いやつを作ってきました。もうこれ事前に分かってたんで作っといたんですね。これ何かっていうと、2224っていうメガネですね。2224のメガネを持ってる人はあんまりいないかもしれないけど、この時のためにね、わざわざ2224のメガネを半分に切ってきたんですね。で、なんで切ってきたかと、このラスペラまだ使ってますね。なんでこれを ぶった切って22と24を切ったかっていうと、このパイプをかけれるようにするために、わざわざその半分にしたんですね。で、これ見てもらうと分かると思うんですけども、パイプの長さ、これ短いパイプでも緩めなきゃいけない時も、この狭いところではね、短いパイプをかけなきゃいけないんですよ。このね、短いパイプをかけなきゃいけないっていうのの意味が分かる人がいたらね、もうこんなインパクトでいいじゃんみたいな風に思う人がね、いるんですよ。ハンナーでこんなインパクトでいいじゃんみたいな。違うんですよ。これ撤去作業の時にはエアーとか電源が使えないんですね。だから撤去作業の時には、全てが手作業っていうのを想定していくんですよね。いや、フォークで買ったらもう電気が来てないなんて当たり前になるって。なので、この短い2224、なんで2224かっていうとですね、リフトのアンカーに使われているのが、ナットが 22mm と 24mm 両方あるんですね。なので両方が使えるように、しかもパイプがかけれる。これ見てください、これめちゃくちゃ狭い、わかんないね、動画だとわかんないけど、ものすごい狭いところで緩めなきゃいけなくて、この短いパイプと長いパイプ、あとで出てきますけどね、短いパイプと長いパイプ両方使うってことで、ね、まあ、結局作業中にね、こうやってね、周りのものを動かしてるとか、いろんなことをしながら、パイプレンチはもちろん持ってったほうがして、はい、出ました。緩まない、ついに緩まないのが出てきたので、長いパイプを使ってます。これ長いパイプで緩まない時は、もうこれサンダーの、サンダーじゃない、グラインダーでナットを切り落とすんですけども、たまたま広いスペースだったんで長いパイプで行きましたけど、これが結構しんどいですね。はい、この、ね、しんどい作業の中でですね、おじさん頑張ってます。はい、で、ちらほら映ってますけれども、ここの元修理工場の、オーナーさんっていうんですかね、だいぶ高齢でしたね。高齢すぎてびっくりするぐらい高齢でしたけども、まあこの方がつい最近まで整備した車が世の中をこう道路を走ってたのかなっていうぐらい、まあ、あの同じ話を何回もしてましたけど、話しかけてくるんですね。とにかくこう職人さんなんで、こういう作業が気になるんですよね。
見に来てずっと喋ったやつけど、このね高齢のおじいちゃんがずっと話しかけてくる、時々登場するから、まあ、編集が大変なんですよ。で、まあ、まあこんな作業しながら動画撮りながら、でもまあまあとにかくね今日中に撤去しなきゃと思いながらもやってたんですけど、まあこれねリフトの撤去作業で、まあ、必ず思うのはですね、リフトの撤去とかヤフオクとかで買ったりとかね、そんな思ったらこれ見といてほしいんですけど、ものすごいこれ10倍速ぐらいなんですけど、これねナットが緩まないんですよ。これなんで緩まないかっていうとね、分かんない人はこんなインパクトいいじゃんとかって思うんですけどね、これは、設置する人はそんなこと考えないんですよ。撤去すること考えない、もうリフトが倒れないことしか考えないんで、リフトが倒れないようにっていうためにはもうとにかく俺はもう頑丈にくっつけるんですけど、それでアンカーを打つときにアンカーボルトがねぶっ潰れるんですよね。思いっきりガンガン叩くんで、まあナットが緩めるときにアンカーボルトがぶっ潰れて緩まない。見てください、この狭さ、この狭さでもやらなきゃいけないんですよ。この狭さで緩めるためにはどうしてもその短い眼鏡をぶった切ったやつにパイプを突っ込んだりいろんなことしながらこのスペースでやるという作業ですね。これが結構大変でした。もうこの狭さで、しかも車屋さんが閉店するときってね、もうすごいゴミなんですよ。とにかくゴミがすごくて、はい、今これめちゃくちゃ苦労してますけども、緩めて戻してを繰り返してですね、動画だとカットされてるんでね、早送りとカットだからあれですけど、はい。でこれはアームですね、アームの撤去なんですよ。アームの解体というか、あの分解するときにはロックボルトがあるんですけども、このロックボルトはですね、アームを伸ばしたときにアームがスポーンって抜けないようにするロックボルトで、これを今外してますけど、またおじいちゃん話しかけてるんでモザイクで見えないみたいな、はい。でこのロックボルトはよく舐めてることがあるんですけど、このロックボルトはですね、アームをガンガンぶつけて最後に当たるんでね、どうしてもネジが舐めてることが多いんで、これは結構外すのが苦労すると思っておいてください。これは折れることもあります。まあまあこれはね、なかなかの大変な作業で、これは早送りだからね、ものすごい早く見えますけど、実際はものすごい一本抜くのにめちゃくちゃ時間かかってます。はい、でアームが抜けました。はい、ここから上に上げてますけれども、おじさんが上に上げて何をしてるかっていうとですね、これ上に上げた上のモーターを確認してですね、でモーター確認、なんでモーター先に確認するかっていうと、リフトをウィーンって上げると上に登れるんですよ。脚立を使わずに上に上がれるん で脚立を使わずに上に登ってモーターを確認して、配線がどういう配線になっているのかを確認して、配線の位置が分かって、配線がどうつながってるかが分かったら、ここでモーターを動かさない、絶対に動かさないっていうのが分かってから、ようやくブレーカーを落として配線を外すんですよね。この作業に行くまでには、各その撤去する場所によってその電気の使い方が全然違うんですよね。はい、で一番下にまで下げたら、いよいよですね、この一番先端、チェーンの一番先端の外し方ですね。ここが重要なんですよ。テンショナーっぽいなんですよ。テンショナーがあって、チェーンにテンションがかかってるんですね。これテンショナーでテンションがかかってると、こうやってですね、まあ、ロックがここに、ナットにロックがかかってて、絶対に緩まないようになってるんですね。で、これを今からテンショナー外します。テンショナーを横にグイーッと外して、テンショナーからテンションをこう緩めて、チェーンがゆるゆるになる。今テンショナー外しましたね。外した状態でこれで緩みました。これでナットが緩みます。チェーンを引っ張りますよ、これで。はい、で今上から覗くとテンショナーが外れてる状態、見えにくいですけど、テンショナー、さっきのちょっとちらっと映ったところと比べたテンショナーがチェーンの後ろにあるので、さっきはテンショナーのチェーンの前にテンショナーがあった状態、これでチェーンが緩んだので、緩んだ時に、はい、緩んでますね、はい、緩むと
納豆が回ると。はい、これで納豆が回ります。これがね、で、ここが結構肝かなと思うんですけど、これをちゃんと分かってないとリフトを分解するのはできても組み立てることができないです。で、このピンがね、このピンがまたくせ者なんですよ。今外してるナットがビャーってあるんですけど、このピンがどんなものかって後で分かりますけども、はい、このピンが抜けますね。これが抜けた後です。で、ここで、ピンを外すんですけども、このピンを外した後にこのチェーンを抜くっていう作業があります。で、チェーンを抜く作業はそんなに難しくないですね。チェーン自体はスポーンと抜けば、引っ張ればビロビロンと取れちゃうんですけど、そのチェーンを抜いた後戻すのが大変なんで、私の場合はこれ PP バンドっていうやつで、ね、荷物を縛れます。 PP バンドで縛っておいて、で、チェーンが戻すときに PP バンドを引っ張るとチェーンが自動的にスルスルと通るように今説明してますね。はい、カメラで今見せますよ。PP バンドがどこを通るか、このチェーンが滑車の裏を通ってぐるーっと回って、ぐるっとぐるっとずっと回ってずーっと行かなきゃいけないです。で、ここでずっと行くところをチェーンを通すのは大変なんで、 PP バンドを繋いだままチェーンを引っ込むわけです。なんでかというと、二重リフトが右と左がバラバラにしなきゃいけないんですね。そちらと撤去ができるんです。はい。で、今チェーン引っ張ってますけど、チェーンにちょっとでもたるみがあるとチェーンが抜けないです。で、チェーンが抜けないのはもう一つ原因があって、先端のこのなんかボルトっていうのかな、ピンですね。この先端についているボルトが、ボルトナットがつく。強大なピンがあるんですけど、このピンが邪魔して今チェーンが抜けなかったんで、ピンをこれを今ですね、チェーンが止まっているクリップというかね、あるんですけど、それをそいつを外して、ロックを外して、はい、今ピンを抜いているところですね。はい、これでチェーンとピンがバラバラになりました。で、ここで初めてもう一回 PP バンドをつなげたいけど、うまくつなげる方法がなくて困ってる時にワイヤーがあったんで、ワイヤー通して、はい、ワイヤーつないで、はい、いろいろまたおじいちゃん話しかけてきて喋ってるのか、またおじいちゃんと喋ってるのか、はい、PP バンドをつなぎます。これ PP バンド、ここ大事ですね。PP バンドつないだ。はい、で、今もう、テープでぐるぐる巻きにし抜けないようにして、いよいよチェーンにたるみがないようにテンションを張りながら引っ張ります。テンションを張りながら引っ張る。これ繰り返す。チェーンがたるまないように、滑車のところでたるむとちょっとでもたるむと引っ張れないようになっちゃってるんですよね。で、ここで引っ張ります。はい、おじさん頑張って、結構な力がいるんです。これちょっとなかなか重いんですからね、これね。で、これで、いけたと思ったらね、 PP バンドが今度短くて、PP バンド短いじゃないかということで、はい、PP バンドに出してます。だいたい 10m ぐらいあったら大丈夫かな。結構な長さ、4m ぐらいの高さ、4m じゃない、2m か、2m の高さまで上がるんで、2m、2m、4m ですね。で、幅が 2m あるんで、8m、10m ぐらいの PP バンドが必要なんで、長めのやつを用意しておいてください。はい、PP バンドは切れることがないんで、まあまあ長かったら大丈夫です。で、今 PP バンドが左側にちょっと見えてますけども、チェーンを巻いてます。これチェーンを巻くっていう作業はこれ結構大変なんですけど、巻いて、これで袋に入れて、これで片側に、縛り付けるんですね。なんで縛り付けるかっていうと、このチェーンは片側にはもうこれ合体させた状態にした方が後で楽なんですね。なので、チェーンをしっかり片側のリフトに縛り付けて、もう絶対落ちないようにしとくということですね。で、ここからやる作業としては、オイルを抜くと。このオイルを抜くのがまた大変なんですよ。脚立で上がって、15リッター入ってますね。15キロあります。これがまたなかなかな作業なんですけども、
これで動画は今回はここで終わりです。次回は撤去するところになりますんでごめんなさい。まあここまででなんか一応お役に立てるようであれば皆様ぜひ次回も楽しみにしていてください。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回はこいつを運び出す動画になります。それではまた。